ことに決まりました。皆様よろしければ拍手をお願いいたします。それでは今度は向かって左から右手の方へ、鷹を戻して送っていただきます。見事に決まりました。ありがとうございます。珍しい地面を歩く姿も見ることができました。今度はまた右手の方から左手の方へと鷹を放っていただきます。なお体験者の皆様には体験後ご感想をいただきたいと思いますので、終わりましたらすいませんがこちらの方までお越しいただけますでしょうか。お願いいたします。鷹の方がやる気に満ち溢れて今にも飛び出しそうという間に飛び出してしまいました。お見事でございます。では再び左手の方から右手の方へと鷹を放っていただきます。綺麗に止まりました。ありがとうございます。それでは最後にもう一度、今度は右手の方から左手の方へと鷹を放っていただきます。見事に決まりました。ありがとうございます。それでは感想を伺ってみたいと思います。お名前をはい、では皆様に見えやすい位置でお願いしたいと思います。ではお名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。横山茂です。横山様ありがとうございます。どうだったでしょうか。鷹を飛ばしてみて受けてみての感想。すごいソフトでした。もう少し振動というかあるのかと思ったらかなりソフトに止まってくれたんで予想よりかなり違ってました。なるほど、ありがとうございます。鷹というと皆様は非常に重い大きいものと、感じられるかもしれませんが、鳥の仲間でありますもので、思ったよりも軽いというご感想をいただくことが、多いようでございます。誠にありがとうございました。はい、では改めてイタリアからいらっしゃった方に、感想を伺ってみたいと思います。Could you tell me your name? Mara. Miss Mara? Thank you. And how do you feel about the hawk flying? It was amazing. 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 Like, 素晴らしい。Oh. ありがとうございます。Thank you very much.
では、続けてご感想を伺いたいと思います。お名前を伺ってもよろしいでしょうか。中国からの留学生、張高と申します。ありがとうございます。今日は妙に国際色豊かでございますね。ありがとうございます。よろしければご感想を聞かせていただけますでしょうか。なんか鷹の爪の力が強いですね、はい、すごくなんか人 と野生の動物鷹と一緒になってすごく不思議なことと思います。以上です。ありがとうございます。どうぞ今年1年よりよくお過ごしください。ありがとうございました。それでは最後になってしまいましたがご感想を伺ってみたいと思います。ではお名前お聞きしてもよろしいでしょうか。財政二世学園で、合気道のお稽古をしております岡田純子と申します。ありがとうございます。それでは鷹を受けてみて、最初に鷹を受けた時はちょっと不意打ちのような形でなってしまったかとも思うんですけれども、非常に様になった形で鷹を受け放っていただきまして、またその姿との鷹のそのマッチというのも非常に素晴らしいように感じたんですけれども、いかがでありましたでしょうか。鷹を受けてみて飛ばしてみてご感想をお願いいたします。初めて鷹を手の上に乗せてみたのですけれども、思った以上に、優しく肩の上に乗せてくださったっていうか乗ったので、合気道と同じく相手を見て相手の力を信じてこうお互いに切磋琢磨していくものだなということを感じました。ありがとうございます。それでは、体験してくださった皆様に皆様もう一度、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。